よし。音来てますか？大丈夫ですか？始めますよ。和光郷はムグスプーか。懐かしいな。そうですよ。和光郷はメタルギアソリッドピースウォーカーか。懐かしいなということで。90番さんいらっしゃいませ。というか、ドブジョーさん放送してください。監督らしくやれば、リスナーは嬉しいと思うよ。そうですね。頑張ってね。久々はトラックじゃないんだ。はい、ありがとうございます。うん、今日はね、トラックっていう気分じゃなかったんでね、こちらメタルギアソリッドの方をやらせていただきます。さて、毎度のことながらこちらのオープニングでございます。うん、まあやっぱね、このオープニングを見るとね、なんかニコニコ生放送に帰ってきたって感じがしますけどね。まあ私もね、休みの間ね、皆さんに、なんかね、言われないようにいろいろゲームはね、させていただいてましたよ。あ、歌いましょうか。俺のゲーム実況最高最高、監督悲鳴やばい。こんな感じで、歌っていましたけどね。 FIFA 面白いわ。あ、 FIFA やってるんですね。 FIFA の14ですか、プレステ3版でしょうか、バストン版でしょうか、それとも、何ですか、プレステ4版でしょうかね。はい、ありがとうございます。ミュートの方ありがとうございます。ゲームを始めるぞ、監督がゲーム実況始めるぞ、始めるぞ監督のゲーム実況だ。ということで、画面綺麗になった。本当にありがとうございます。何か変化があったんでしょうかね。よし、じゃあ行きましょう。まあこれもね、お決まりになってきましたけど、よし行きましょう。さて、ね、今日はどこからでしたっけね。うん、楽しくやらないとね、やっぱゲーム実況ですからね。私が楽しめなかったらね、皆さん楽しめないと思いますから。よし、じゃあ行きましょうね。今日音のバランス大丈夫かな。ウェーイじゃないですよ。さて、確か前回ですね、確か、ピースウォーカーを追って、来たんですけど、結局やるかもしれないけどね、どうなるかわかんない。あ、いいね、プレスト4で FIFA14 ですかね。いいじゃないですか。私もね、あの自宅では FIFA14 のをね、やったりしてましたよ。うん、さて、ではね、多分今日はミッション出撃の方すればいいんだと思うんで、やっていきましょう。いいじゃないですか。クタクタの状況でのゲーム実況楽しんでてください。ということで、クッシーさんいらっしゃいませ。ワクワクお久しぶりですということでね、ありがとうございます。では行きましょう。まあ、今日はね、2時間は延長済みでございます。まあ別にポイントあるんでね、もう少しぐらいは延長もできると思いますんで、よろしくお願いします。ので確か前回ね、地下基地の、潜入するというミッションをねやってる最中に、途中で死んでしまったので、最初からやり直しだというのがね今の状況ですよ。行きましょう。あ、数が来ましたね。ピースウォーカーは採掘場の真下に格納されてしまった。了解した。地下基地へ潜入し、ピースウォーカーの AI ポットを破壊、計画を阻止するんだ。計画を阻止しなくてはね、ピースウォーカーに AI ポットが乗っちゃうわけですよ。その AI ポットの中身は、まあね、多分今までの放送見てる方は分かってると思いますが、ビッグボスの、師匠でありますボスのね、AI なんですよね。さて、どういう装備で行ったんでしたっけね。ミサイル、マシンガン、ダメだ、こんな装備じゃダメだ。とりあえずまずは、眠るようなやつにしましょう。うん、和光ということで、111番さんいらっしゃいませ。うん、ありがとうございます。頑張りますよ、もちろん。こっちの武器はね、基本あんまり使わないんですよね。あ、ミラーとデートできるって話だけはね、知ってるんですけど、どうなるんでしょうね、分かりませんけどね、楽しみですね、それもね。ラブダンボール、アナライザー、フルトン回収システム。このゲーム好きあまり出てこなくて困ってる。あ、そうなんだ。結構困ってるんだ。うん。あ、そうなんですか。まあいいでしょう、ちょ待ってよ。で、私が持っていきたいもの出てくるんでしょうかね。確か、これでこれでこれ。これを持っていくんだ。あ、これ1個しか持っていけないんだったっけ、これ。ラブボックスとの併存は無理か。まあ、ラブボックスでしょ、やっぱしね。じゃあ、ここはドリトスいくか。これか。よし。じゃあ、これでいきましょう。いきます。らしいですね。パスとデートとか、ミラーとデートっていうのが出るらしいですけどね。多分もう少しで出るんじゃないかな。この面をクリアしたら出るぐらいなんじゃないですかね。
そこまでいけたらいいですね、今日ね。久々にね、枠取ったんで、まあ、そういったね、楽しいことが起きたらいいですね。あれ、これしゃがみ歩きってできなかったっけ。あれ、ちょっと待って、あれ、やばいやばい、ちょっと操作をね、忘れております、すいません、ちょっと待って。これでいいか、よし、行こう、行きます、皆さん操作大丈夫か、慎重にかつ大胆に。ちょっとね、不安がありますけどね。ブルーチームは支援者の捜索、はい、ゴールドチームはエレベーターの防衛に当たる。了解した。確かね、これ奥から来るんですよね。記憶が正しければ奥から来るはずです。なんだなんだとか言ってるんですけどね、どっから来るんだったかね、忘れちゃったな。やばい、結構走ってきてる気がする。ちょっとまずいかもしれない。誰かが走ってきてる。あそこだ、あそこだ。大丈夫かな。ちょっと気をつけていきましょう。結構動き回ってますね、周りのやつら。ここに来るならいいけどな。ちょっと周りの方確認しながら行きましょう。誰か来てる、誰か来てるぞ。こっちか。来た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 よ、来たよ、来ましたね。あそこにいますね、人が。あいつをどうやるか。来ましたね、目の前見えますか、皆さん。落ち着いていきましょう。やばい、二人に同時に見つかるのだけはまずい。うん、やばい、二人来てしまった。二人おる。ちょっと待て。いや、大丈夫大丈夫、大丈夫なはずだ、大丈夫なはずだ。あいつには見つからないようにやればいいんだ。左側から回る。これダメかもしれんね。ダメかもしれんね、これ。ダメなパターンかもしれんね。これはまずい。敵襲だ！動くな。いかんと。あ、やばい。これはあかん。やばい。ピンチ。すいません。すいません。もう一度だけチャンスをお願いします。すいませんでした。あれ、こんなに難しかった。すいませんでした。わらわら。ということで119発いらっしゃいます。すいませんでした。すいませんでした。申し訳ございません。はい。了解。ブルーチームは侵入者の捜索。ゴールドチームは今のはなかったことにしよう。わら。こんばん。そう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 。そういうこと。こんばんは。就活屋なんでいらっしゃってくださいということで。立山さんいらっしゃいませ。無視に行ったことない。すいません。夢か。はい。申し訳ございません。夢です、夢です。すみませんでした。行きますよ。多分これでいけるはずなんだよな。で、意外といけるのかな、これ。行ってみるか。慎重にかつ大胆に歩み出そうぜ。それが私のね。バンバン打ち合ってもいいよ、見つかったら。ダメダメ、それはね、かっこ悪いやつのやり方。やばいな、この数相手にするの。私ちょっと近づいてきてるね。大丈夫かな、あいつ後ろ向くんだか。よし、うわ、これ難しいな。あんだけ数がいるの。いやいやいや、いや、そこはね、まあゲーム上のシステム的な問題でありましてですね、私が ね、関与してる部分じゃないんで。いや、これを全部スルーさせていくとか無理だろ。いけんの。ボール見つかったら絶対開けるでしょ。いや、開けない人たちがいるんですよ、世の中には。いきますよ。これは難しいね。ダンボール、わらわら、さすが。これは難しいね。オッケー、一人気づいた。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。お父さんからのお歳暮だって喜んでたらスネークが出てきたり、わらわら。いや、それ嫌ですね。なんか家に怪しいダンボールが届いて、中を見たらね、男性が、しかも結構年老いた男性が入ってたら嫌ですね。さて、まああいつは来るんでしょうけどね、大丈夫です、へっちゃらです。まあ見といてください。
ちょっとあいつ向こう向かないかな。あ、向いた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 。不思議だな。手前のやつからハッシュパピーでヘッドショットしちゃえば。わらわら。大丈夫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 。いきますよ。まあ見といてください。私は。ないかな。怪しんでるやんけ。わらわら。今のは何でもない。ピースウォーカーは地下にいる。危ない危ない。エレベーターを使う。危なかったよ。ちょっと。よしよしよし。で、大人一人が入れる段ボールって結構な大きさだよね。わら。さすが監督。大丈夫大丈夫。こっからですか。こっからです。行くよ。やばい。ちょっと。あかん。来るな。監督。監督久々和骨来るな来るな。あれあいつ味方に気づかない。小時間に喧嘩を売る監督。ちょこいつちょっとイコマンさんいらっしゃいませ。どうした。わらわら気づかない。なんでなんで なんで 味方に気づかない。こいつはオッケー。今の動くな。ちょっと待って。早く早く早く。ラブボックス。バカで助かった。わらわら。いい感じいい感じわらわら。いい感じいい感じ。よしこれでいけるはずだよ。いくよ。試しましょう。よしいくよ。進めよ。私2人プレステ4のメタルギア買いますか。ん。兵士のガウガウもちろん買う。わら。お、なんだ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫。これは大丈夫だ。あいつちょっとこっちに来てるかな。これはやばいかもしれん。視界に入っとるかもしれん。頼む向こう向いてくれ。頼む向こう向いてくれ。あいつが向こう向いてくれないとやばいかもしれん。ちょっとまずいね。オッケーオッケー。向こう向いた。早く早く早く開けて。早く開けるんだ。もちろんメタルギアグランドゼロ買いましたよ。買いますよ。もちろん予約済みです。動くな。買うんだっけ。僕はダンボもらえるアマゾン版予約しました。あのアマゾンとツタヤ版両方予約して。よし。オッケーオッケーオッケー。いい感じ。今日の感動が一味違うね。行こう行こう。背後を取って。そのエレベーターで一回寝転んだらずっとそのままなの。エレベーターに乗るには私もやるんですか。そうなんですよ。アクションボタンを押すんだ。わらわら。歩空前進ができないんですよ。あのね、誰か歩いてる音がする。どこ。上にいるのかな。上にいる。あそこにいるんだ。あいつにバレないようにしないとね。2つはやらないよ。あのダウンロードコンテンツをねゲットするためですよ。そのために買いました。動くな。あと1人じゃなかったよ。ちょっと待てよ。あと1人。あと1人。で前進できないのはちょっと悲しいよな。まだまだまだ。あと1人。わらわら。そうそうそう。ちょっとホーク前進がないのはねちょっと寂しいものがある。確かにね。よし、これでいいのかな。あと1人だ。しませんけど。そういうことして、ダンボールめちゃくちゃ使えるんですよ。まあ、それが面白いんですよ、このゲームのね。やっぱし、このダンボールに入っている男性がね、成人男性が、やっぱし、こう、なんですかね、敵に見つからないように頑張るっていうのがね、いいんですよ。ゲオリはせんかもしれん。多分2本家に置いてある状態が続くでしょう。どうやって登るんだこの機械は。これか。そうですね。やっぱ哲学ですよ人間ね。よしで登る。上にいるみたいですからね。ちょっと気をつけましょう。いける。あー、あかん。あかんあかんあかん気がする。あかん気がするけどいけるかな。オプス確かに見えてない。ちょ待てよ。オッケーオッケー。これバレないかな。これバレないかな。オブス好きな人いるんだ。私オブスやったことないからね。とか頑張ってたわ。わら夏わら。俺のメタルギアは読んで停止中。怪しすぐる。わらわら。こんなもんにわかんところの話じゃないよね。わら。いやしょうがないしょうがない。動くな。ダンボール。
オッケー。オプスは4より面白かった。これで全員か。あ、そうなんだ。まあ私はね、4はね、ちょっとあまりにも長かったんでムービーが途中でやめちゃったんですけどすごい評価は高い人と低い人がいますよね。いっぱいいますよね。D D とかいらねえよ。よし、降りよう。オプスは1日でクリアできる。4は感動もの。ああ、そうなんだ。オプスは楽しかった。ああ、そうなんだ。そういう感じなんだ。まあ、3はどちらかというと感動しますよね。オプスから対戦。ツインスネークとか GC の。いや、やってない、やってない。私、メタルギアソリッドは、実際、リアルで、やった、放送主としてやったのは1だけなんですよ、実は。で、じゃあ放送主になる前にやったのは1だけなんですよ。で、放送主になってから、3と、3と何だったっけ？これ、ね、メタルギアピースウォーカー。そうなんですよね。あれ、こいついないことになってない？大丈夫？全員 D かな、これ。速攻クリアできるだけに対戦重視になっちゃったんかな？わらわら。あ、そうなんだ。まあ、やっぱメタルギアソリッドオンラインについてのね、あの話とかも出てますよね。ファントムペインには実装するされるって話でしたけどね。まあ、ツインスネークは1のリメイクだから。ツインスネークは1のリメイク。あ、そうなんだ。じゃあそれやりたいね、本当はね。B、お、いいのが1人いた。よし、こいつ連れていこう。あ、そうなんだ。1のリメイクなんだ。ちょっとそれは興味ありますね。ということで189%いらっしゃいませ。ゲームキューブ持ってるし、ね、いいかもしれないね。なんかそうなるらしいですね。もしあの本当に実戦で使われた場合はそうなるって聞きました。ああ、そうなんですね。屋内でフルトン回収システム、ツインスネークは簡単になっちゃってるみたいだけどね。あ、そうなんだ。でもゲームキューブって意外とね、グラフィック綺麗ですからね。ということでゴン太郎さんいらっしゃいませ。監督は普通でお久しぶりです。ゲーマー道の内容、違う、前から書いてあったよ、ちゃんと。操作性がムグスに変のになってるから。監督ただいまご飯から帰りました。あ、お帰りなさいませ。ご飯の方からお帰りなさいませ。まあ実はですね、まあ私のツイッターフォローしてる方まで知ってると思いますけど、私もね、こちらのあのメタルギアソリッドの、ダンボちゃんみたいなね、ダンボちゃんじゃないか、ダンボールに入ったおじさんね、こちらのスネークさんみたいなね、ゲームをね、あの実は探してきましたよ。あ、そうなんだ。じゃあドブ長さんに代わりにクリアしてもらおうかな。いきます。まあ、メタルギアソリッドシリーズね、まあやっぱし、まあ、今度出るグランドゼロにね、をプレイする前にはね、確実にこのピースウォーカーはクリアしておいた方がいいという話だけはね聞いたんで。ダンボールのおっさん、ブチャ変ザーということね。ピースウォーカーやったことないけど面白いらしいね。ピースウォーカー面白いよ。上から応援の要請があった、一緒に来い。あら、行くの、行っちゃうの。オッケーオッケー。オーガン、ちょ、暖房にスネークは言ってたらおもろいな、わら、愛があれで、わらわら。あがん、こっち見と。なんで手上げなあかんねん、わら。いや、知らへん、知らへん、ザッツ。難しい薬波暖房を使ってられん、わら。ああ、そうね、まあ、あ、それに似た、なんていうんですかね。クルトン、わらわら、ペプシー元気。ペプシー元気してるよ、多分。あれ多分今エレベーター待ってるんだと思うんですよね。なので多分エレベーターが来たら多分私も卒業式まであと少しなのに、何のこと言ってんだ、大変ですね。カツオさんが熱があるんですか。ぜひ卒業式まで、ね、治ってほしいですね。もしかして走り抜けあの卒業式、あ、そうなんだ。 S ランクっていうのを目指してる人は大変ですね。でもできれば私も、ね、S ランク取りたいんですよね。ボンカレー兄弟は健在もちろんしっかり大事に使ってますよ。あれ動かなくなっちゃった。花ほじということで、いつもながら花をほじながらのご来場ありがとうございます。217番さんいらっしゃいます。攻撃してもらったら万事解決じゃね。その AC130 っていうのが何なのかがわからん。まだ作られてないかもしれない。それやばい、こいつ軽
顔が完全にフレディ。大丈夫かな。ガンシップスできてると思う。あ、そうなんだ、できてるんだ。爆撃機じゃないんか。動くな。危な。ふぅ、危なかったぜ。不散の放送を肌で笑ったと聞いて。違う、笑ってない、笑ってない、笑ってない。S ランクで行くと完全ステルスはステルス迷彩手に入るから笑。そうなんだ。なんかその S ランク、なんか今足音したけど大丈夫かな。あいつか。あかんあかんあかん、生きおる生きおる。あかん、ついていこう。なんだ、どうしたんだ。警戒レベルが高いと和骨初見、その扉は開かないんだ。危な。和骨初見ということだ。敵が、和骨初見に完全通話は絶対 S ランクだ。あかん、あかんべ、あかんで。聞いてない聞いてない、マジかマジか。ちょ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 、あかんあかんあかん、この野郎ふざけんじゃねえ。うわー、ここからやり直したらやだな。ちょっと第三だよ。もうもう本当はやり直したいけどしょうがない、我慢だ。あー、いっか。いや第三ですよ。わらわら、あら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 、わらわら。HQ、HQ、こちら HQ、こちらパトロール。よし。大惨事になったので大惨事。了解。敵はまだ近くにいるはずだ。探したぜ。ワコス、まるで龍が如くみたいなプレイですな。中腰で敵を追いかけてた。はい、ということでグライムさえらしてます。いや、いいんですよ。ラグビーマンみたいじゃないですか。ラガーマンがいいんですよ、私はね。こう低姿勢で敵にね揺さぶりをかける。久々の放送？動くな。そうそう、久々の放送、2週間ぶり。怖い怖い。うん。ラガーマン意識してたとか無理がある。わら、今何したの？動くなの後初見。動くなの後、うん、初見ということで、初見さんいらっしゃいません。250番さんいらっしゃいません。今日はね、ちょっとあの、久しぶりの放送なんで、まあ、ちょっとね、こちらのステージできれば、したいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。なんかこれ、私の思い描いた感じじゃないから、少し嫌なんだけどな。まあでも、了解。今動くな。あかん、あかん。もう倒しちゃいなよ。気のせいか。気のせい、気のせい。ん？オッケーオッケー。なんだ？これで全員いけたんじゃないかな。でも確かにね、フルトンもやっといた方がいいね。あれ？どこ行った？気のせいって便利な言葉だよな。消えたよ。あ、消えたと思ったら目の前からできた。びっくりした。いやいや、まあ私と大して変わりませんから。そんなに言ってあげないでください。言いますよ。皆さんドキドキしますね。はい。動くな。おし。これがね、あのあれなんですよ。背後に回って。わらわら。いや、多分 C だと思う。私は C が多いから。あのね、あのこの本当にそうかな。で、アナライズしろって言われたんで、アナライズしとこう。スネークの動くなかっこいいわ。D、クソだな、こいつは。で、捕虜を助ける。お待たせ。なんか音がした。なんだ？危険な香り。エリエのフルトン回収が完了した。次行こう。ちょっと危険な香りがしたんで次行きますもん。しょうがありません。首いった？危なかった。いや、首開いてるの大丈夫大丈夫。うん。
今日ね、久々の放送で地下からでもヘリで回収できる。うん、そういうことそういうこと、フルトン回収のことね。ちょできればね、うまいことプレイして、それでね先に進みたいんですよ。完璧すぎ、わらわら。いきますよ。地下からわら。足を探したぞ。え？そうそうそう、こう壁があるように見えますけどね。まあああいうのもすべてスルーしちゃいます。オッケー、あいつバカだ。木でも触れたか。動くな。よし、いいぞいいぞ監督、今日はいいね。ちょっとさっきのせいじゃちょっとびっくりしましたけど、ここまではうまくいってんじゃないか。監督さんこんばんば。もちろん買うよってことで、監督さんこんばんはってことで、いらっしゃいませ。そうそう、ゴー買いますよ。ファントムペインですよね。買いますよ、もちろん買いますよ。私を誰だと思ってるんですか。監督ですからね。もちろん買います。これ開けれるのかな。開けれそうにないね、今回のはね。行きましょう。ワコ2。はい、ワコ2ということで、アンパンチさんいらっしゃいませ。監督、俺にゲームをやる。やばい。あ、これテンプレなのかな。監督5買う。リプライズ、わらわら D かよ。ち、監督さんはやっぱりダンボール愛用者ですな。わら。そうそう、私はダンボールしか愛せません。ん？なんだ？オッケーオッケー、来い来い来い、こっち来い。欲しいぞ。和骨ダンボー監督ということで、279番さんいらっしゃいませ。後でちょっとそのダンボーが出てくるね、あの私が知ってるそのダンボーが出てくる、あの 2D アクションゲームの方ね、ちょっと紹介しましょう。ボックスアウトっていうね、ゲームなんですけど、インディーズゲームなんですけどね、なかなか面白そうでしたよ。気のせいじゃねえ、こっちいるだろお前。も戻るんじゃん。監督5買いますか。ということで、小佐久さんいらっしゃいませ。あ、お久しぶりです小佐久さん。え、聞くの義務なの。監督5買いますか。買いますよ。な、何言ってんだ。あー、どうしよう、ちょっと見つかってみるわざと。んん、オッケーオッケーオッケー。こいつか、なんかグラサンかけてちょっと調子こいてますねこいつね。私はこういう調子こいてるやつはね嫌いなんだね。後ろからバーンですよ。どうしたの、 Google 先生落ちちゃったの、どういうこと。動くな。オッケーオッケー。で一応こうして、でも前回はね、ここら辺でもう積みましたから、確か前回ここら辺で死んだはずなんで、だいぶ進んでるような気がしますね。シュータータイプに慣れておいた方がいいですよ、わら。あ、そうなんだ。そういえばさっきなんかリスナーさんの一人が言ってましたけど、ライジングについてのコメント一切なしって言ってましたけどね。私はライジングも好きですけどね。何、何の声、女の人の声がしたよ。ちょっと皆さん、女の人の声がしたよ。皆さん、女の人がどっかにいるんじゃないでしょうか。皆さん、女の人の声がしました。気のせい。非常にですね、か弱い女性の声がしましたよ。オカマだよ。女性の声です。監督、ライジングはプレイ済みなの。監督興奮。オンライン対戦だとコンピュータータイプしかいない。女性の声に敏感な監督、発情するなよ。了解。発情はしません。ライジングはね、プレイ済みではありません。ライジングは、なんですかね、なんですか、他の生放送主さんの放送を見ました。マジか、ちょっと、あかん。ホルにそんなことをしてはいけない。軍事協定で決まってるはずだ。動くな。あかん、あかん、早く。ああああ、ちょっと。また同じことの繰り返しか。私はこいつ、あかんあかん、ピヨッタピヨッタピヨリーノ、ちょっと待って、あかん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 、わちょっと興奮しすぎたせいかバレてしまいました。ピヨッタピヨッタ、監督死ぬ。監督、女の声で集中力切れる。はい、また村。村じゃない。こっちだ。ここら辺に確か敵がいるはず。おし、いいぞ。ダメか。すいませんでした。やってしまいました。立ち上がってスネーク。
それはそんなことない、わらわら。またまた、すいませんでした。失礼かもしれないよ、わらわら。あちゃーということで、309番さんいらっしゃいませ。すいませんでした。うん、スネークって言ってくれましたけどね。うん。ちょっとまさかこれ最初からじゃないですか、もしかして。私嫌な予感しかしないんですけど。うわー、ここからか、マジか。プレステージの時から変わってないな、わらわら。頑張れ監督。ショックがでかい。ちょっと休憩しよう。はい、じゃあちょっと皆さんに紹介しましょう。さすが監督、やり直しなんで作詞だわ。ロムゼイも立ち上がりましたよ。もう一回遊べるの。いやちょっと、もうちゃっちゃと打ち合えば。ちょっとじゃあわらわら。うるさい。ちょっと待ってね、じゃあこの曲でもかけと。頑張れ監督とあえて言わせてもらおう、グクと。ありがとうございます。じゃあちょっと先ほど紹介しようと思ってたゲームのね、紹介をしよう。ボックスアウトっていうゲームなんですけど、結構ね。こんばんは、ドレッドアウト。こんばんは、ということで、さくらんぼさんいらっしゃいませです。すいません、何か謎の音がしましたが申し訳ございませんでした。通報しよう。な、通報しないでよな。何を通報するの、むしろ。いや、これを紹介したかったんですよ。ちょっと待ってよ、画面が。スクショ、間違ってスクショ発動したもんないです。どれだ、これか。これでわかるかな、これを保存して。暖房枠でか。ね、どういうゲームか皆さんも気になってると思いますんでね、ちょっと紹介だけしましょう。なになに、どういうこと。あ、メタルギアソリッドの配信自体が違法ってこと。女の声で発情したから通報、わら。いや、なになに。すいませんでした。これ、OK。じゃあ。仕事選ばなくなったのかな。やげやれ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 。ゲーム配信自体違法じゃなかった。アイディバン。まあ微妙なところ、よし。で、これかな。で、よし。で、あれ、ダウンロードしたやつがない。ヤギシミュレーター出たらしいね。これ。わらわら、誰がやるんだよ、わら。ヤギシミュレーター私買いますよ。なんてこと言うんだ。これこれ。これこれ。これ。見えるみんな。これ。見えた？これね、ダンボールが主人公のゲームなんですけど、このダンボールさんが、そのいろんな種類の。見えた、見えた。そういえばヤギシミュ買いました、この4日近、ね、ヤギシミュレーター買いましたよ。私も4月1日に向けてプレオーダーの方はね、もう購入しときましたけど、これ真ん中にいますね、ダンボールちゃんがいるんですよ。これダンボールの中に誰か人が入ってるような絵なんですけど、そちらのダンボールさんがですね、まあいろんなステージに、でいろんな種類のねダンボールに変化するんですね。燃えてるダンボールちゃんとか、泡のダンボールちゃんとか、ひっつくダンボールちゃんとか、ロケットの、ダンボールちゃんとか、あと鉄のダンボールになったり、いろんなダンボールになっていろんなステージをねクリアしていくっていうゲームなんですけど、まあ、こちらなかなかね見た目も可愛らしいですし、まあ、プレイした感じね、まあ、500円ぐらいだったら購入してもいいかななんて思うぐらいのゲームでした。うん、カービィじゃありませんでも確かにカービィに少し似てるかもしれんね。さて、以上です。ありがとうございました。また来ます。あ、わかりました。カズオさんね、気をつけてください。ありがとうございます。鉄のダンボールってもはやダンボールと減塩だろ、わらわら。ん？そうかもしれない。ちょっと休憩させてもらいます。すみません。性質が変わるの？そうそうそう、そういうこと、そういうこと。なんか、水の中に、入れるダンボールになったりとか、あと、
鉄みたいに重たくなって、普通の、ね、壁とか、ちょっと壊れてる壁とかをね壊すことができる段ボールちゃんになったりとか、炎に触れても燃えない段ボールになっちゃったりとかね、いろんな性質の段ボールに変わることでクリアしていくっていうゲームですよ。ということで和光優ということで風さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。よし行こう、気持ちを切り替えて。燃えない段ボール、わらわら、それ段ボールじゃない、わら。そういうことは言わないでください。面白そうですね。っていうかね、段ボールにこだわる必要ですね。うん、結構面白い。いや、だからメタルギアをやってるからこだわったんじゃないですか。実はですね、今なんか話そうとしたんですよ、重要なこと。あ、思い出した。わからん。それはわからん。それはわからない。なんかね、もともと刑務所に捕まってた、人が段ボールの中に入ってその抜け出すみたいなゲームなんだと思いましたけどね、ちょっとやってみたんですけど。で、あとなんかもう一つね、あ、そう、言わにゃいけんこと思い出した。スイッチ今日配信できてないんだよ、そういえば。ということでワーコー2ということで356万さんいらっしゃいませ、まずいな。まあ今休憩させてもらったしBGM かけないことを約束して YouTube で配信しよう。はい、今日はね、皆さん、ちょっと Twitch の方の具合が悪いんで YouTube で配信しますよ。あれ YouTube あったで OK。 多分今 YouTube ライブ見てる方ほとんど0人だと信じて。スイッチ落ちてるの？そう、スイッチなんか接続できなくなっちゃった。変な音が、うん、わら。いやいや、大丈夫大丈夫。OK。よし。はい、YouTube ライブをご覧の皆さん、お久しぶりでございます。監督です。今日はですね、皆さんと一緒にですね、メタルギアソリッド、ピースウォーカー HD バージョンをですね、プレイしようと思いまして、枠のを取らせていただきましたが、実はですね、ツイッチで配信障害が起きてましたね。そちらのためにですね、いや、そういうわけじゃないと思う。時々なるんですよ、ツイッチが病気の時。うん。そのためね、今日は YouTube の方で代わりに配信の方をしております。しかしですね、残念ながらですが、YouTube の方でですね、コメントを読むことができません。申し訳ございません。なので、できればね、生放送でコメントをね、直接私の放送に対してしたい方はですね、ニコニコの方に遊びに来ていただけると幸いでございます。よし、行きましょう。今日はちょっと YouTube ライブの方に直接配信してそのまま動画に上げますんでよろしくお願いします。すいませんでした。今の敵襲だ。ちょ、な、ないですね、わら。くそ、なぜなんだ、なぜなんだ、仕方ないですね。ということで、すいませんね。あー、こっからってのがなえる。結構長いんだよ、しかも。狙ったよ、ちゃんと。メッシュマ言わない。悲しくなるだろう。ゼフ長というか、久々だったんだね。夢じゃない。夢じゃなかったですよ。夢だけど、夢じゃなかったですよ。さすが監督、期待を裏切らない。でしょ、もう、あんまりそういう意味打たないよ、打ったら負けですからね。誰かうちのリスナーさんで、あの、うん、うん、そういうのは言わないで、うん、トトロのつもりで言ったけど、あの YouTube の方できれば確認しといてください。すいません、 YouTube ライブ私できてるんでしょうか。すいません、そば YouTube ライブの項目消しちゃったからな。もしかしたらやってないことになってんじゃないかな。大丈夫かな。わらわら。まあいいや。まあ私が保存できたらいいんで。すいませんでした。見えてるよ。今日はさっき言ってた通り一日があるな。ある意味一人がコミュニティを登録しました。はい、ということでコミュニティの、参加ありがとうございます。蹴るんじゃない。蹴るんじゃない。私が中に入ってるんだ。蹴るんじゃない。変な段ボール言わない。確かに変だけど。いきますよ。僕ら。なんで気づいた？
ちょっと早くない？クソガキはもう本当にふざけとる。お前ら私を本気で怒らせたらどうなるか見してやるぜ。わあ、よしよしよし。あ、あかん、窓出てきた。あかん、変なとこに入っちゃった。変なとこに入っちゃった。変なとこに入っちゃった。あかん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 。やばい、死ぬ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 。危ない危ない、舐めるなよ。オッケー、いいぞ。もう鉄分は終わったよ。さすが監督エンターテイナー。あ、ダメだ。はい、ということでワコツワラということで388万歳です。すいませんでした。まだ死んじゃいました。難しい。もう一回いこう。すいません、ちょっと皆さんの時間をね、やめてください。さっきの戦闘のおかげで警戒が厳重なままだ。見つかるなよ。あ、私いいこと思いついちゃった。私すごいいいこと思いついた。行くよ、これ、これ私の作戦。ダンボールの力に頼りすぎてダンボールが攻めてる。グレネードで爆コロー、わらわら。監督、今日うちまで。ふうやーふうやー、見た見た、みんな見た、最高のねエンターテイメントをですね、思いつきましたよ。皆さん見た今の、よかったんじゃない今の。いやついに、もうボーリングのように敵がですね、うん、監督おじさんということで再発さんいらっしゃいませ。見た見た、うん、さすが監督だな。いい感じ。押せるよな。よし、まあ、S ランクはもともと目指してないから大丈夫。了解、見つかるなよ。はい、よし、皆さん行きましょう。久しぶりの放送ですからね、楽しんでいきましょうね。フーイエー、水星爆弾、そんなのあるんだ。それをまだ開発してないかもしれない。了解、クリアした、クリアした。ゼルダの伝説、風の角度でしょ、クリアしましたよ。 Wii U のやつですよね。ちゃんと YouTube の方にも動画すべて上がってますよ。ラスボス倒した時ね、大変でしたよ。急に放送が止まってね。これは皆さんに、ラスボスを倒してる瞬間、もしかしたらお届けできないかもしれないと思いました。しかしですね、私はね、いろいろ規制あげないでください。すいませんでした。私は天才なんで、私は天才なんで、叫ぶと隣人をこだお。そうですね。あれ、なんで、はい、あれ C4 フェーム買って構えながら R1 で前方の白い機体の逆襲をご覧になってね。天才は自分から名乗らない。お天才、わらわら。まあ見といてください、ね、今からね衝撃的なことが起きますから、見といてください。いきますよ。天才だな、大事なことですから、ね、そうですよ。孔明はね、いつ何時でもね最善の選択をしますから、見といてください。かわいそうだからよ、うつべこめしといた。ありがとうございます、優しいですね。ありがとうございます。こう走っていきますよね、皆さんね、こうやってで嬉しそうにね走っていくんですよ。おで行きますよ。でも孔明戦したらしいぞ、はい、あれ爆発音で気づかれないかな。タダさん使わない天才、ワクワクはコツです。久しぶりじゃないですか、魚ぴったりハマってるな。やばいやばい、魚さんいらっしゃいませ。すいません、動けなくなっちゃった。動けなくなっちゃった、やばい、ミスったかもしれん。なんだ、あかんあかん、の秘密兵器、あかん。コメント、このコメントはスパムとして報告されています、はい、になってる。ということで、魚さんいらっしゃいませ。22時まであ、わら、一応22時予定だけど、でももしかしたら延長するかもしれない。人災でした、そこら辺はね。うん、すいませんでした。まあでも大丈夫、見といて見といて。
今回はさっきみたいなミスはしませんからね。で、でね、で、今回私が先ほどと違うのは、こいつをもうね、速攻ね、本部に送るんですよ。で、これで、多分これで、もう一人多分走ってくると思うんですよ、ね。エリア収容した。嬉しそうに走っていくはずなんですよ、これで。いや、まあ楽しいよね、やっぱね、このゲームね。いろいろね、想像してた通りにね、物事を運んだら楽しいんですよ。あ、来ました、来ました。違うよ。なんで、あれなんだったっけ、パズドラ配信者の方と私がなんかそれに対して対抗して燃やさないといけないんですか。違いますよ。勝手に配信、違う、Twitch で今日ね、配信しようと思ってたんだけど、できなかった。これでいいのかな、やっちゃっていいのこれで。で、外す。で、ゴー。あ、そうだっけ、小島監督が作ったやつだかんな。アップバンクの人。あ、そうなんだ。マックス村井ってあれじゃないの、パズドラのやつじゃない、違ったっけ。フォー。フォーですよ。来ました、来ました。私のためにね、みんな来てくれましたよ、これ。で、アップバンクの社長。で、ここで私は、天才だから。あかん。なんで、よし。いるな、誰のこと。いけてんのか、これ。さっきよりだいぶ危険な。マックス赤坂は捕まった人。二人やった。二人やった、二人やった。あ、あ、違う、ちょ、ちょ、あ、あかん、うっそ。嘘だ、嘘だって言ってくれ、嘘だと言ってくれ。ちょっと待って、嘘だと言ってくれ。ところがどもう、結局こうなるんかい、わら、爆弾で、いやいや大丈夫大丈夫、でも大丈夫、わかります。そういうこと、爆弾で2人以上倒したら天才です。わらわら、そういうことよ。うん、みんなよくわかってる。よし、でこいつを回収。あ、大丈夫か、心配してきたぞ。嘘だよ、すぐ楽にしてやる。嘘じゃない。すいませんでした、ちょっと情けないプレイをしてしまいすいませんでした。エリアのフルトン回収が完了した。よし、これでさっき行ったところまで行けたんですよね。すごい、もう時間がもう全然違う、さっきと。これだけね、スピード早くいけるね、初見なプレイなもんしは私ぐらいなもんですよ。行きましょう。だったらオッケー、いいぞいいぞいいぞ。今日はちょっと新技使いました。新技使いましたよ、皆さん。段ボールをですね、一回も音を立てずに着替えて銃を構える。やめてこれでいきましょう。よし、いきますよ。今日はちょっと新技を披露してきましたけどね。いや、全然寄ってきてない。ちょっと慣れてる部分と、まあこんなもんかと思ってる自分のせめぎ合い、それが私の今の心境。皆さんにはそれが伝わってないんですかね、残念です。いきましょう。はい、初見さんいらっしゃいませ。462番さんいらっしゃいませ。わらわら、動くな、光合成で体力回復しようぜ。わら、了解。なんだ、やばいやばいぞ、やばいやばい、頼む、来るな、お前は来るな、お前は来るんじゃない、お前は来るんじゃない、これは来るんじゃない。敵がいるぞ。うっそなのこいつ。あかんあかん。ソラさんに紹介してもらったということで、472番さんいらっしゃいませ。あれは幻のデタラメ連続攻撃。しゃがんで。
もう。あー、嘘。嘘だろ、スネーク。俺たちを置いて。あー、スネーク。やっぱ先輩は違うな。ちょっと、ちょっと本気出す、本気出す。ごめんなさい。ということで、ソラさんの紹介で、来ていただきありがとうございます。はい、ということで、初見監督の大ファンになりましたということで、479番さんもいらっしゃいません。わかった。光合成は時間かかるから。わかった、わかった。了解。カモフラージュになった試しがない。わら、嘘だろう。ブルーチームは侵入者の捜索。ゴールドチームはエレベーターの防衛に当たれ。以上。天才の本気が見える。監督むしろスモークグレの方が合ってる気がしてきた。よしはい、ワゴ2ということで、486番さんいらっしゃいませ。よし、行くよ。よし、皆さんね、申し訳ございません。お待たせしました。今日中に確実にこのステージだけはクリアしたい。てかこのまま行くと一ステージに2時間かけてしまうことになってしまう。これはまずい。そのエレベーターで地下まで行けそうだな。そうだな、カズ。操作ボタンの前でアクションボタンを押すんだ。私はエレベーターぐらい乗ったことがある。カズ、黙ってろ。ということで皆さんね、いらっしゃいませ。ワコツとかね、初見さんも、多くいらっしゃってる、くださってるようでありがとうございます。これからもよろしくお願いします。私はこちらのコミュニティの生主、監督でございます。おこじゃない、自分にはおこだけど皆さんにはおこじゃない。言いますよ。違う、天才だよ。じゃあ今、ありがとう。そんなこと言ってくれるのはあなたぐらいの。あんま言わないで。パスとデートまで行くと了解。落ち込んでいた人はどこへ。こんな殲滅ミッションあったっけ。行くよ、みんな。2つ設置しました。これがね、後々どういうね、ことになるか皆さんは分からないでしょうけどね。まあ見といてください。上から応援の要請があった。一緒に来い。はい、行け行け。これからこれがすごい作戦になりますが、見といてください。屋内で支援マーカーとはこれ以下に。さすが孔明、罠を仕掛けるとは初見とは思えないでしょう。まあ初見プレイなんでね。それでも私はやっちゃうよっていうところね、見していきたいと思いますよ。よし、行け行け。みんな行け、みんな行け。ほーれ、みんな行け。これで向こうに行くやつは全部行ったのかな。よし、まず一つ目は爆破。私の作戦だとこれで、あいつらが一人爆発するはず。オッケー。なぜあいつは生きてる。ちょっと待って、なぜあいつは生きているんだ。ちょっと待ってくれ。なぜ無事なんだあいつは。不思議だ。不思議な現象が起きた。ランクはないかな。わらわら、初見。なぜだ、初見。ということで、496番さんいらっしゃいませ。で、いっぱい来るはずなんですよ、これで。はい、来た来た来た。で、行くよ。広告が設定。行くときはみんな一緒だよ。オッケー。ということで、300ポイントの広告ありがとうございます。ダンボール愛好家さん、メタルギアソリッドピースウォーカー HD、恐怖ダンボール人間による侵略ということで、ね、ありがとうございます。広告もありがとうございます。広告ですよ。あと一人来た。よし、で私がね、生み出したあの技を使っていきましょう。あれ、あら、あれなんだこれ。上がってっちゃった。上がってっちゃった。まあいいでしょうね。まあ彼には彼なりの何か用事があって向こうに行ったんだと思いますからね。私は、まあすいません、すいませんでした。ちょっと予想と違う。びっくりさせんじゃないよこれは。ということでコミュニティの参加ありがとうございます。そろそろ5、あ、そうですね、グランドゼロの発売日ですよ、皆さんね。もちろん皆さんはね、予約してるんですか、大丈夫ですか。ということで、36位のランクインの方差し先、ありがとうございます。そして505番さんいらっしゃいませ。行きましょう、皆さん。
緊張の一瞬ですよ。配信発売するのがこれの後日談で、本格的に始まるのがいつの日だか。そうですね、まあファントムペインの発売日はまだ明らかになってませんけどね。まあでも期待して待ちましょうね、ゲームファンであればね。まあ小島監督がやってくれる男ですからね。なんですか、なんかいろんなサイト見ましたけど、なんか独自のゲームエンジン、フォックスエンジンとかいうのね、自分で開発したらしいですからね、天才かと思いました。いきましょう。暗い。動くな。危ない。ちょっと予想と違うことになったけど、ワンクッション置いたが成功。いきましょう。ちょっと違うこう動きになっちゃいましたよね。いきましょう。豚の物理エンジンよりいいのかな。ゲームオーバーしまくっても2、3時間でストーリー終わるらしいから安心だね監督。天才なら今ゲームしてるじゃん。テラ棒読み。いや2、3時間程度でクリアできないって言ってましたよ。なんか本気でプレイしてないんじゃないかみたいなこと言ってましたけどね。わかりませんけど。段ボールの中から撃つのっておもろいよな。笑。百パーはコツは消毒だ。うん。百パーはコツだ。消毒だ。ということで数得インサイドします。敵がいる。動くな。ちょっとさっきからなんか操作がうる覚えで。操作がうる覚えすぎてうまくいかない。ちょっと待てよ。これが構える。クラゲで配信してた人が大体それぐらいでストーリーは終わってたらしい。エクストラのボリュームはあるって、うん、アップわら。オーダブル危ねえわら。わこつうん、ということで数時にサインしてます。そして、519番サインしてます。大丈夫いくよ。でここはね、もう私先ほどいろいろ勉強させていただいたんで、グレネードをね投入します。いきますよ。あいつて怖そう。メタルギア5、そうだから私メタルギア5はオンラインあるよ。やばい、なんで。おお、監督は段ボールにハマったのか。そこか。あかかわらわらあかわらわらあか頑張ってね。あかんで。あかん。わらわら。一人がコロンで登録しました。あかん。逃げて。おお。おお。ということで、コミュニティ参加ありがとうございます。大丈夫じゃない。あかんあかん。ちょ、どっち。あかん。あかんやないけ。ソロシャット力を込めるアクションを全部上げてみるんだ。あかん。あかん。ちょっと待って。あかん。おお、あかん。ちょ。勘弁して、もうやだ、やり直したくない。スネーク、どうした、どうしたんだ、状況を知らせてくれ。これがスネーキングミッションか。確か上手くなったかと思ったがなってなかった。あー、わら。あー、もう一回だけ付き合ってみんな、ごめんね。トライ&エラーですよ。エラー&トライでしたっけ。まあそういうのです。すみません。すみませんでした。ガスボンベ巻き込むと爆発でかくなるのか。上に投げるとわさしが笑。生きてたんか、あれ。よし、まあいいでしょう。まあ今のもありということにしておきましょう。もうひどい、わらわら。本当はなしだけど。すみません。早っ、わら。ガッツ、わら。はい、ということで、あかんやつや、ハギさん、容赦ねえ、わらわらというか隠れる気ないだろう、わらわら。すいませんでした。ちょっと光合成しますね、ちょっと待ってください。操作ボタンの前で、上げとくか。はい。エレベーターが到着するまで、よし、すいませんでした。でもこれでいけるはずですから。回復してる回復。このね、光合成っていう技があるんですよ。これをすることによって、自分の体力がね、満タンになるんですよ。満タン、いきましょう。そうなんですよ、草食系男子、あのスネークさんね。よし、行きましょう。シュールとか言わない。これがね、このゲームのシステムなんだ。利用していかない術はないでしょ。んで、私がね、さ編み出した。お久しぶりです、監督。はい、お久しぶりです、監督。ということで、
562番さんいらっしゃいませ。あ、そういうことか。あれから学んだのかな。時代は確かにあれよりも先っていう設定らしいですからね。オッケー。で、もうサービスでね、3つ設置しちゃいましたよ。もうこんなサービスしませんからね、私ね。よし、行きます。タッタラターン、タラタッタッタッタラターン、タラタッタッタッタラターン、タララッタッタラランということね。はい、行きましょう。お久しぶりです、監督。ということで、562番さんいらっしゃいませ。5買いますよ、もちろん。ファンタムペイン。グラウンドゼロももちろん買いますよ。予約済みです。数多くなってるね。回数重ねるとわらわら。そうですね。まあね、念には念を入れるのが私スタイルですからね。踊る大捜査線。うん、よくわかったね。ちょっとメロディーずれてないのか、どっちなん。わら、放送してねー放送するよ、もちろん。ただ3月、今回はどこら辺で見つかるの。3月20始めた直後に会うと、ね、アイムは邪道とか言ってた監督が懐かしいですね。いますよ。やばい。2つ反応しちゃった。2つ反応しちゃった。ちょっとで、急いで監督。おーやおーやおーや。いいぞ監督。メタルギア5はオープンワールド、車も停車できるらしいのですることを大体予想つきます。なぜあいつだけ。ちょっと最高に笑わせてくれますね。まあいいや、もう非常にダサい。ずれる、毎回ずれる。あれ多分かっこよくね、多分できるんだ。あかん。どうした。ちょっとそれに興味を持たないでくれないか。ちょっとさっきエレベーター上がってったじゃないか、君は。いろいろずれる。あら、わら、早くチーンって。エレベーター、エレベーター、上がっ。敵がいる。この無駄な無駄が多い。無駄な無駄がなんとかならんのか。わらわら、次。あかんって。なんかこう、その私がやりたいことと違う感じになっちゃう毎回私と、こいつ D、ソチンだ。よし、すいませんでした。でもこれでクリアできそうですよ。 D、ソチンだ。よし、これで大丈夫だ。で、出発。わらわら、いきますよ。股間を見るな。よし、アナライザーですからね。分析しました。まあね、皆さんはもちろんね、 C ランク以上のものを持ってると思いますけどね。よし、いきます。今のは通報門だ。すいませんでした。通報はしないでください。申し訳ございません。言いましょう。さっきのフルトン会社。よし、皆さん、ここですよ。監督へのレッスン。ここだけ。NG コメントです。はい。アナ、イミシン。うん。イミシンだ。行きましょう、皆さん。ひとまず、私がやらないといけないことはね、もう分かってるんで、やっていきましょう。ん？ SS？ わろたから許す。ありがとう。行くよ、みんな。すぐグラウンドゼロズの組むとかって放送してるのかな。はい、ん？何？ああ、グラウンドゼロ CM してるのかな。なんか、スポットトレーラー的なものは見ましたけどね。ロングトレーラーってやつですか。見ましたよ。すごかったですよ。皆さんも見た方がいいですよ。あれはグラウンドゼロの CM なのかな。ファントムペインの CM なのかわかんないけど、すごかったよ。もう映画みたい。グロかった。18禁なの。そうそう、グロいグロい。映像もグロい。つべにあったかな。つべだと思う。面白かったな。わら、なあ、面白かった。なんか上からパン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 打つんですよ。行くぜ。敵がいるぞ。ジョニー出るかな。4はイケメンな上にデリ気味克服しやがりました。ヘリーパンパン。あいつだけはマジで、あいつだけはマジで、あの盾野郎だけはマジで、あの盾野郎だけはマジで、俺はもう許さない。もう監督ブス盾持ち兵士。
そうですね、そういうことですよ。皆さんそこに注目ですよ。私 VS あのドラム兵士の戦い。そうですね、ドラム兵士じゃなくて盾のねやつね。やばいなこれ、どうしよう。ただいま連敗中。そうなんですよね。ゴリ押し初見だよね。いやゴリ押しはせん。ちなみにムグス動画で有名な儀式の人はここをラブダンボとスモークグレでエレベーターから次のドア30秒でクリア。麻酔銃禁止とかいう縛りなんですか。なんだ、おしいぞ、行くよ。で準備して、あいつは来るよ。二人同時に引っかかる。うわやったやったやった、みんな見た。あれあれひどいな。この死体がすぐ消えちゃうのがダメだね、よし、でもうまくいった。これなんだ。そのショット、力を込めればアクションボタンの連打で開けてみるんだ。どういうこと、アクションボタンの連打、これか。これでどうやって開けるってアクションボタンの連打、どういうことだ。なんだこれは。そこのシャッターでは何やってんの。数の話を聞かない監督シャッター、アクションボタン連打、シャッター、そうそうそう、久しぶりの放送ですよ。ということでコロさんいらっしゃいませ。しかしですね、まあ、今日は放送を、ね、楽しくやらせてもらって、その次、放送するのはまた4月の1週。こういうことか。シャッターの前でシャッターに近づいて。押しとるよ。さすが監督だわ。あ、これか。なんで壁に鉄山効果増しまくってんの。わかんないけど言っとく、シャッターだよ。シャッターもわからないなんて反則者に違いないわね。これギャグでしょ、何これ。わら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 、ちょっとやめてくれ、笑わせんな、笑わせるんじゃない。久しぶりの放送でちょっと待って、これはダブル光合成タイム、わらわら、やばいやばい、シャッターに怒られる監督、わらわら、やばい、これ一番強い敵が現れたかもしれん今日。難しいね。お久しぶりですね皆さんね。今日今日ね、放送させてもらって、でまた4月の最初までまた休暇入りますよね。それが監督降りてクッソはロター、シャッターブス監督さあらー、よっしゃ、いいぞ、一気にピースウォーカーの格納庫へ進むんだ。何してんの、わらわら、ネタバレ、実家シャッターガラスです。ちょっと吉本新喜劇、何今の、どういうこと。違う、転倒しすぎだろ、ガチでリアルだ。わらわら、さよなら。そして、行く。やっぱだか、監督。わらわら。な、何これ。なんだこれ。よし。行きましたよ、皆さん。とりあえず、やっと1時間30分ほどかかりましたが、ファーストステージクリアでございます。ありがとうございます。ダブル。よし。っていうか、わらということで、部屋ということで、654番、あ、待て、ムービー始まった。ということで、世界平和様いらっしゃいませ。状況は？お疲れ、状況は？状況は？まだ時間がかかる。朝まではかけるな。なんかゴールドマンか。最終確認。そう、ゴールドマンと、みんな、休憩してくれ。あの女開発者が話してるんだ。ママに。ここ気をつけてね。今だ。やるしかない。今だ。了解。潜入したぞ。気をつけろ。どうした？あ？体温が下がっている。ボス。ストレンジラブ。気のせいだ。そうそう、ストレンジラブだ。開発者。少し心拍数が上がった。ここか。ここは冷える。こんばんは。寒いんだ。こんばんは。リュウさんいらっしゃいませ。よし。何？ジャック。気をつけてね。ボスなのか。上から来るぞ。気をつけろ。あんた。あんたは。後悔してるのか。後悔してるのか。何に？自分の最後の任務に。最後の任務。知らないのか。グロズニーグラードでの任務だ。そんな任務経験は
ない。ない。1964年9月。あんたはアメリカを裏切り、任務、そして俺に殺された。いいえ、そんなデブリーフィングは記録にない。ラストデブリーフィングじゃないのか。あんたは自分の意思でソ連に亡命したのか。該当するようなミッション記録はない。ジャック、あえて入ってないのか。ボスじゃない、ボスは死んだ。ジャック、やめろ。銃を捨てろ、ビッグボス。あら、ママルにラボと同じ反応があった。お前が近くにいるサインだ。また会えて光栄だ、ビッグボス。バレちゃった。頑張れ監督。そのコヨーテには見覚えがある。頑張ります。狼だよ、狼。人工愛の元ネタだぜ。素晴らしいけど。私は君をよく知っている。10年前のチェリノヤルスク、あの時の関係者。あの作戦は私がプランした、うんうん、裏切り者の抹殺計画。スネークイーター。じゃあラングレーにいるはずのスーツマンがどうしてこんなところに。真実を知る者の口を封じる、もしくは僻地へ放り出す CIA の箱だよ。なるほど、再び返り咲きたいわけか。それほど単純ではないが、うん、一言で言うならば、一言で言うならば、なんだ。新たな世界秩序の創造だ。狂ってやがる。デタント、NPT、ソルト、コマンド来るの。キューバ危機以降、冷戦構造は音を立てて崩れ始めた、うんうん、新たな時代の到来だ。そこで忍耐と冷徹さを兼ね備えたマシンによる完璧な核抑止システム、このピースウォーカーが重要になってくる。無人兵器に人類の罪を押し付けるつもりか。なかなかのロマンチストだな。結構あれですね。覚えているか、ストーリー知らなかったら分かんなくなっちゃう。ソ連潜水艦の士官が米駆逐艦へ向けた核搭載魚雷の発射命令を拒否した。今にして思えば、彼は全面核戦争から世界を救った英雄だ。つまり人間に核は専門用語が多すぎる。 AI ならば躊躇なく核を撃つ。そう、多分だからこそ分からない人も多いと思うからね。後で説明しましょう。狙いを持った人間が関与するからこそ抑止論という駆け引きが成り立つんじゃないのか。AI だ。マシンは間違いを犯さない。ということで676万歳にします。犯すのはいつも人間だ。だからこそマシンによる全自動の抑止力、ピースウォーカーが必要になる。この導入が決まれば、ラングレーは神霊戦のへその緒となる。ラテンアメリカに再び注目する。ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、中南米、中南米、カリブ海沿岸にピースウォーカーを配備する。北米、南米、西インド諸島すべてを射程内に収め、まずはこの大陸を粛清するのだ。これ1970年代の話でしたかね。そうですね。思想に失墜したザボスと共に英雄の時代は終わった。どっからそんな資産か。これからは感情なきシステムが英雄になる。それが一番分かっているのは貴様だろう。いや、貴様の相棒か。金で買える抑止力、国境なき軍隊、これも新しいシステムだ。実に目の付けどころがいい。オファーなら断る。いや、そのつもりはない。私の新しいシステムを売り込むためには、君たちのような、そこら辺も話関係してきますよ。また後で説明しましょう。ハピーフォーカーだけでは。この男から聞きたいことがある。ママル完成度に関わる重要な事項だ。私に身柄を預けてくれ。身柄を。あまり入れ込むなよ。ソルト2の会談は予定通りとの連絡が入った。了解。核発射は時間通りに行う。はい。スネーク。スネーク。彼女の再臨に協力してもらうぞ。黙れ。黙れ。ボスは死んだ。ボスは死んだんだ。連れてこい。何を？やめて。おおおおおお。あおあお。やあ。どう。じゃあ。それ。わあ。
おおおお、舐めるな。おっ、監督指名わらわら。どい、何その棒読みわらわら。あ、かっけえ監督、キャー、ソ連ミスだ。うまい、わら。ミスだ、ミスだ、最後。うまい、わらわら。最後ミスった。すまんすまん、最後ミスった。あ、ミッキーみたいな声、わら。うめは、わらわら。すいません、あの、アコみたいな声がしてるからだ、わらわら。すいません。ということで、高校から20人の方いらっしゃいませ、申し訳ございませんでした。ちょっと最後の最後で、え、あれ失敗したらまずいの。なめるな、矢印ミス。こっからショータイム、最後まで行くとアイテム手に入った、期待を裏切らない。ああ、そうなんだ、すいませんでした。うん、最後まで行くとアイテムが手に入るんだ、申し訳ない、ミスっちゃった最後ね。よし、まあよしとしましょう。ああ、そうなんです。ストレンジラブ可愛いですよね、確かに、ね。あんまり変わらないよ。よし。あ、そうなんだ。了解。手も手間が増えるだけだしな。あ、了解了解。で、どれだっけ？シルクウォーム。ここで金を貯めてアメリカの大学に行こうと思ってるんだ。何？意外と勉強好きなんですね。俺が死んだら来世で会いましょう、また仲間として。こいつはペプシ、また会いたいけどね、ちょっと待ってね。ナイトホーク、あんたにも月を分けてやるよ、さあ俺を使いな。かっこいいね。簡単に言うと、最後まで行かないと捕虜が一人救出できない。 あ、そうなんだ、了解した。重い武器を担いで走るのって辛いっすよ、走る速度も遅くなりますよ。普通のこと言っとるな。で、ペブシはドイツだったっけ？ペブシ。見ましたけどね。これだ。見てみましょう。違う、補正違いだった。あれ、開発者だったっけ？補正。時々ちょっとパラメータがひどいやつが中にいます。こいつか。いたいた。ペブシネックスってなんか大人のものって感じですよね。俺も早く大人になりたいです。こいつね。私のお気に入りですけどね。まあ元気にしてるみたいですよ。で、やりましたね、元気にしてました。で、一応セーブして、これもう一個進まないといけないかな。大人じゃないの、え、ここの放送のアイドルなのわらわら。そうそう、うちの放送のアイドルよ。ワコスというとこで、マモミさんいらっしゃいませ。うん、もちろんお風呂入ってきてください。今日も次のステージもね、行く予定ですけど、うん、今日もペプってましたよ、あいつね。あいつペプシネックス飲めないやつなんでしょうね、多分ね、かわいそうですけどね。で、次のステージが、あ、そう、ちょっとさっきの長かったね、びっくりした。ボンカレーのシカトされかん、わら。独房からの脱出、スネーク限定。名前はロンゲヒゲに命名。なるほどね。ロンゲヒゲ、ロンゲヒゲ。個人的にこの国が一番の難所だったんだが、わらわら、炭酸が苦手なのかな。マジか。多分そうだと思いますよ。これ行くか。ちょっと。引き続き頑張れ。うん。ラレツさんね、お風呂の方に行ってらっしゃいます。ここめっちゃ疲れた。すいません。ここめっちゃ疲れた。マジか。ということで729番さんいらっしゃいます。まあこれやるとして、まあ延長もするとして、ちょっと休憩します。休憩の際ですね、YouTube の方で、音楽をライブの時流すとですね、ちょっと。必要なのか。監督、いや別にお風呂許可なくても行ってください。ちょっと待って、ハドなら調整されてると思うから。震え声。了解了解。ちょっと待てよ、曲かけちゃいけないから。引っかからない曲、引っかからない曲。ない。やばい、 YouTube ライブに引っかからない曲がないから、かけれない曲がまずいな。ちょっていうか YouTube の方は今どうなってんだ、ちょっと見てみましょう皆さんね、すいません。私の YouTube の放送は今どうなってるんですか。オリジナルならミスチルはないの。
ミスチル？ないないない。監督の鼻歌。私の鼻歌じゃ曲じゃないでしょ。私の、あ、これだ。ボカロってどうなるの？なんか誰かがスパム出し、誰かがコメントしたやつがスパムとして報告されてますけど、そして再生数1という、ね、まあこれだったらいいか。うん、え、ボカロな引っかからん、そんなことないでしょ。ちょっと待って、クリアできるけど初見ならやり直し入れて40、50分ぐらいかな。了解了解。じゃあちょっと待ってよ。じゃあ一旦 YouTube 配信切って、よし、これで曲かけて。いや、ボカロは著作権が特殊だから。これか。ちょっと休憩ね、ちょっと休憩させてもらいます。すいません、今日ね、ここめっちゃ疲れたとき、729番さんもいらっしゃいません。今日ね、なんかいっぱい多くの人が来ていただいたようでありがとうございます。今日ね、久しぶりの放送なんですけど、私ね、曲何曲かね、持ってるんですけど、ちょっとね、どうしようかな。今ね、すぐに用意できる形で持ってないんで、すいません。いやー、でも今日あれですね、なんか久々に放送したらやっぱ楽しいですね、ニコニコ生放送でね。アカペラ監督はしないけど、あら、広告誰だ。煙な、ありがとうございます。ということで、天才ゲーマーがノーアラート、見せプレイでメタルギアやってるよということで、グライムさん、100ポイント広告の方ありがとうございます。広告、まあ、ちょっと身内な話というかですね、うちのリスナーさんの話になるんですが、うん、釣りましたけど、まあいいでしょう、うん、私がね、それに見合うだけのプレイをすればいいんですよ、うん、グラムさん今日放送してたんじゃなかったっけ。あれ大丈夫なのかな、ちょっとわからないですけどね、うん、グライムさん確か今日は絶対絶命都市2をプレイしたと思うんですけどね。今日はあれどうしたんですか、2周年記念放送また新しく枠取ってやってたんじゃないですか、違うんですか。そういえばうちとねコメリンクしていただいてありがとうございます。またね、こちら側からも相互コメリンクという形でね、監督の、コメリンクさせていただきますんで、それだと思う。ありがとうございます。それは私は天才だと言ってくださってるんですよね、まあ、ありがとうございます。そういえば皆さんは、私がいない間ですね、どういった、ことをしたんですか。やっぱし、あ、3か3をやってたんですよね、うん、頑張れ天才ですよね。うん、頑張れということでありがとうございます。天才、その天才じゃないよ、うん、いやでもあれだな、皆さん私のツイッターってフォローしてくださってない方も多いと思うんで、まあ、ぜひね、フォローしておいてください。まあフォローしておいてくださるとですね、私も皆さんがね何普段してるのかなとかね分かったりするんでね、楽しいんでね、よろしくお願いします。うん、地震大丈夫でしたよ、なんかすごい心配してくださって、フォロワーさんの方からね大丈夫ですかって来てましたけど、うん、女子中学生と女子高生の放送バトロールしてました。皆さんそういうのが趣味なんですか、うん、私もね唯一ニコ生やってる方でね、私がフォローした時はねまだ女子高生だったんですけど、今はもう大学生になられた方いらっしゃいますけどね、うん、地震近かったよ。まあもちろん、リスナーさんの中にはねそういった年齢層の方もいらっしゃるかもしれませんけど、私が唯一な生主として知ってる方ではね一人だけいるんですけど、お疲れ様です、わら。バトロールってあれですか、だから要するに放送中に何か危険なやつらが寄ってきたらそれを注意するってことですか、そういうことをパトロールって言うんですかね、それともただ単に、ロム線としてですねじっくり放送を楽しんでたんでしょうか、わかりませんけどね。そうですね、確かにね10代の方とか結構うちの放送を見てくださってるようで嬉しく思いましたけどね。温かい目かな、まあやっぱし
あったかい目で見ているんですか。セクハラコメントしてるんやで。まあいいと思います。圧倒的男子力が笑わない。いや、ひでえ。主は彼女いるんですか。ああ、うん、私はね、彼女じゃなくて嫁がいます、うん、なので、なんか時々ダイレクトメールで、連絡取りたいんで、こちらの URL じゃなくてなんかアドレスにメール送ってくださいとかいうメールが来るんですけど、基本申し訳ございません、無視しております、申し訳ございません。そちらはね、ご理解の方よろしくお願いします、うん、そうですね。 BGM 非常に私も好きな曲ですけどね、これラックスっていうシャンプーかリンスの、ね、整髪剤の CM にも使われてた曲ですよ。そうなんですね。フーさんは一回そういうことがあったということで、生主したらそういう出会いがあるんでしょうかね。皆さんもぜひ生主挑戦してみてはいかがでしょうか。あ、無論晒した、ひどいこと言うな、うん、晒した、うん、あんまり晒すのは良くないと思うけど、うん、まあ、私の場合はダイレクトメールで来たんで晒しませんでしたけど、そうですね、嫁いますね、うん。まあ皆さんはどんな感じなんでしょうかね。まあ、やっぱ10代の方とか多いんですかね。外人さん時々私もフォローされますね。やっぱゲームの、いや、今日は終わってませんよ。違います。あ、まあ分かりました。これね、毎回、まあ、私のようなたかだかね、まあ、1年もまだ放送してない、確かにね、出会える、もう出会えるんですかね、わかりませんけど。ということで、コミュニティさんからありがとうございます。まあ、私もまだまだね、1年も、放送してない、半端もんの生主でございますが、まあ一応ね、1000人やっとこう、ね、こう頑張って到達、コミュニティニーズね、伸びてほしい、ありがとうございます。まあそれぐらいのね、人数やっとリスナーさんが増えてきたんで、なんかよくリスナーさんとかね、フォロワーさんの中からね、どういった風にやればコミュ人数増やせるんですかみたいな質問が来ます。うん、まあそれに関してはね、私も基本は申し訳ございません、スルーしておりますが、スルーしてるんですけど、まあなんていうんですかね、やっぱしある程度ちゃんとした機材をね、揃えることが大事なんじゃないかなと思いますよ、私はね。まあその特に私みたいにね、はい、いや、そんなこと言ってませんから、私ね、うん、ただそのまあ私はたまたまね、見た放送ですけど、そうそうそう、ということで、小水さんからありがとうございます。その画質はね、こだわった方がいいですし、まあ、画質特にね、ニコ生で配信するに、いやいや、全然そういうことは求めておりません、申し訳ございません。ああ、なるほどね。まあ、パソコンにお金はかけられない方で、プレステ4を持っていて、で、配信環境としてね、まあ、光回線なんかが入ってる方はですね、プレステ4を購入した方が確かにいいレベルの配信ができるんじゃないかなと私も思いますけど、まあでも長いスパンで考えたら、やっぱしパソコン、いい、少しね、いいパソコンを買ってですね、で、音に関しては、なんていうんですかね、マイクいいの、まあまあいいの買って、で配信用の、なんていうんですかね、オーディオのミキサーをね、買って配信した方が実際ね、音もいいですし、うん、私はミキサー代わりにオーディオインターフェース使っております、うん、そっちを使った方が音が絶対に良くなるんでね、あんまりマイクよりもね、実は、まあ、これはニコ生すごいやられてる方は知ってる人多いと思いますけど、オーディオインターフェースをいいのを買えば買うほどいい音になります。マイクはね、そこまで高くなくていいんで、マイクはね、6000円から1万2000円の間ぐらいのもので十分です。で、オーディオインターフェースに関しては、まあ、安くて1万ぐらい。で、高かったら3万ぐらいのやつだったら十分いい音が出ますんで、そちらでね、配信すれば、多分、コミュニティは、もういつの間にかビッグになるはずですよ。うん。まあ、それぐらいです。すいません。偉そうに言ってしまい申し訳ございませんでした。それぐらいしかアドバイスができませんので、ね、うん、
いや全然分かってないような気がするけど大丈夫、うん、よし。さて、まああんまこういう話は興味が、うん、ああいいね。オーディオインターフェースはね、ぜひ購入してみてください。まあ、値段もピンキリですしね、パソコン自体とかマイクにね、合うものとか合わないものとかあるんで。だからメタルギアオンラインはだからファントムペインについてくるんだって言ったでしょ。だからメタルギアスリッド5ファントムペインを購入すればメタルギアオンラインがどう一緒にくっついてくるはずですから、やりますよ。うん、今度のねグラウンドゼロに関してはクイズじゃないらしいですけどね、うん、あ、マイリス登録しましたということでありがとうございます。うん、私もねもともとアナログミキサーとかねいっぱい持ってたんですけど、うん、あ、そうなんだ。まあ楽しみですね、いろいろね。わかりました、申し訳ございません。休憩の方させていただきありがとうございました。まあ代わりといってはなんですけどね、延長の方させていただきましょう。むぐすぐず安すぎていろいろ不安、30分延長しました。うん、まあね不安か。でも多分ねグランドゼロを購入した人は大概多分ファントムペインを買うという